あ、反対や。どうも、調理科高校生のドルチェです。さて、今回はこの時期に美味しく食べられるさつまいものレシピを紹介したいと思います。今回のレシピは材料一つで簡単にできるドン・キホーテのねっとり美味しい焼き芋のレシピです。この焼き芋はドン・キホーテの焼き芋みたいにねちょねちょでムチムチでまちょまちょうまい焼き芋です。めちゃめちゃうまいので、さつまいもが余ってる方はぜひ作ってみてください。ということで、今回使用する材料はこちらです。せーの、ボン。芋、芋、芋、以上です。今回はオーブンで焼いていくだけです。他に何もいりません。それでは早速作っていき、マッチョ。まずはさつまいもをしっかり洗っていきます。1週間ぐらい前に買って、ちょっと傷んでるところがあるので、そこだけカットしていきます。天板にクッキングシートを敷いていきます。クッキングシートはこうやって切る。さつまいもを力を込めて並べていき、マッチョ。170度のオーブンで60分焼いていき、マッチョ。1時間焼けたので、出してフォークで穴を開けていき、マッチョ。まだ見た目に変化はありません。こうしてフォークで穴を開けることによって、蜜が溢れて甘いさつまいもになります。フォークで穴を開けたら、さらにもう一回170度で、次は30分焼いていき、マッチョ。こんな感じで蜜が出たら、さらにもう30分焼いていき、マッチョ。はい、ということでね、焼き芋完成しました。いただき、マッチョ。うまっ。
外の皮はまずカリカリ、中はねっとりでめちゃくちゃ美味しい。うん、うまい。うん、最高ですね。味がもうドンキの焼き芋ですね。今回のこの焼き芋、外はしっかりしてるのに中はねっちょり甘くてめちゃくちゃ美味しいです。でもドルーマの筋肉に。ということで See you next macho. バイバイ。